赤坂コーチングの西村です。本日はこちらの本のご紹介です。じゃん。良いネギ目悪いネギ目、田中康弘さんの本です。田中さんですね、おひげの会計士さんです。この本は私、菅谷慎一さんの、毎月来るメルマガで知ったんですけど、会員向けのいい本でした。この本さっくり読みやすく書いてあるんですけど、この田中さんがですね、セミナー開いてて受講者の方から寄せられた生の事例を、参考にして書かれてるんで、すごくリアルな、本で、ありました。ドッグな環境じゃなくってキャットな環境で仕事しようぜっていうことで、 DOG ドッグとはデジタルオンライングローバルな環境で、デジタルの世界って価格がとにかく安く安くっていう風な感じになるから、そこで戦っちゃいけませんよっていう話で、キャットな世界、コージーでアナログでタッチな世界、こっち目指そうよっていうお話です。良いものを気持ちよく高く触れるんですね。ってことで、私がやってる赤坂コーチングは、トマビチ式コーチング&ルータイス式コーチングは、良いネギ目ができるコージーアナログでタッチな世界なんです。コーチングは人と人がお会いする仕事だから、コンピューターでデジタルなんて無理です。どうしたってキャットな世界になるぜ、アナログそのものです。っていうことで、私のコーチング半年50万するけど、自信持ってその価格で行ってやると思った、そういう本でした。ぜひウェブデザイナーさんとか個人事業主の方、読んでみてください。ためになります。